なんだよ、よってのは。愛の告白をしようと思ってさ。バカなことばかり言ってると本当に怒るぞ。たく、そうやって誰かで構わず口説いて恥ずかしくないのか。女性と見たらまず口説くのが礼儀だってのが偉い方からの教えなんでね。けどそいつは本気でやってることじゃない。ラビニア、俺はお前を幸せにすることはできない。それでも俺と一緒になってくれないか。なんだよそれ。あんたにしてはえらく下手な口説き文句だな。本気だとどうもうまくいかないな。いいさ、その時まででも。その代わり絶対に浮気はするなよ。そんな簡単なことでよければお約束しましょう。愛する人よ。ほんと調子だけはいいよな。まあいいさ、騙されても信じ続けてやるよ。母様の血を受け継いだ私にとって、家はあの森は居心地のいい場所じゃなかった。いつもこの身を呪い憎み、誰よりも不幸で一番傷ついているのは私だってそう思っていた。そうやって誰かを、大切な人を傷つけていたとも知らずに、本当は少しも不幸じゃなかったんだ。父様やファイーナに愛されていたから、こんなにもあなたに愛されているから。幸せがどんなものか知らずにいたのは、私が知ろうとしていなかったからなんだ。だってこうしてあんたといるだけで幸せになれるんだからさ。ねえ、もっと教えてくれる？愛するということを、愛されるということを。だから生きている限り、うん、この先ずっといつまでも私のことを愛し続けてね。